巻筋小耳飼い、学名リマドンタモノリフェラは、有配目オカミミガイ科に分類される巻飼いの一種。インド太平洋の熱帯、亜熱帯海域に広く分布する微小な巻飼いで、外洋に面した磯の天石下等に生息する。生貝は、拡張5から7ミリメートルほど。貝殻は、水滴系、高褐色、厚質で、 表面に細かい西薔ラが走り横縞模様に見える。また、生体の空表は短く細い毛に覆われる。生外の唐口外心は飛行し、腱部が角張る。唐口には内唇2派、軸唇1派、外心内側2派の、計5個の四条突起が突き出ており、軟体部を出す空撃は狭い。確定に、へそこはなく、周囲の縫いたいもない。 九州以北では、同族のクリーロコミミガイエルサイアメンシス、薄コミミガイエルエグザリトーディーズも分布するが、クリーロコミミガイは、ラグビーボール型で拡張が欠けること、薄コミミガイは殻が薄く殻口の市場突起も、小さいこと等で、区別できる。また、生息環境も異なる。インド太平洋の熱帯、亜熱帯海域に広く分布する。日本での分布域は、 暴走半島以南の本州、四国、九州、南西諸島である。日本の海産、オカミミガイ類としては分布域、生息地とも多い方である。暖流の影響が強い天石海岸や、岩礁海岸に生息し、小寒帯上部の天石下島に潜む。外洋に近い魚港内でも見つかる。オカミミガイ科としては、比較的海に面した区域を好む種類である。 砂力に半ば埋まった直径数十センチメートル以上の天石をひっくり返すと見つかりやすい。生息環境は、ハマシイの磨いとほぼ同じだが、体重分布が異なり、本種は満潮時には海水に浸る程度の高さに生息する。同所的に見られる貝は、アオ青貝、石畳、熊の子マガイ等、貝類以外にはフナ船虫、いそかに騙し、ひめやかいそかに、 赤いそガニ、角弁系ガニ等が見られる。長官帯上部の天石下に生息する本種は特に利用されることはないが、生息地となる磯の長官帯上部が港湾工事等で改変されやすく、各地で生息地が消失している。日本の環境省が作成した海類レッドリストでは2007年版で純絶滅器具として掲載された。その他にも、 各県が独自に作成した、レッドリストで、絶滅危惧種として挙げられている。A.B. ハベ・タダシゲ、奥谷隆、学研中高生図鑑会通1975年、A.B.C. 奥谷隆編著、日本近海三海類図鑑東海大学出版会2000年 ISBN9 兆7844億8601万4065。 長崎県環境部自然保護課気象野生動植物捕獲等禁止区域についてアーカイブド2012年6月10日アットザウェイバックマシン日本のレッドデータ検索システム巻きすじこ耳飼い長崎県環境部自然保護課長崎県レッドリスト2011年改訂版ありがとうございます